流行りのアニメ？ダニダニ！鬼滅を知ってるやつアニメのあの字も知らんやつ多すぎやろ。世の中見渡せもっと面白い作品腐るほどあんぞ目覚ませ！ダニダニ！しかしポケモンの落ち度といえばあれだよな。エリカ様の登場回数の少なさよ。おいやめろお前、現役で初代ポケモンやってた現役の童貞たちの本音を先に言うな。お前にはカスミというおてんば少女がおるやん。あいつ遊びだから。リアルにあんなツンデレと旅してみ。四天王を倒す頃にはカツラと見分けつかん頭皮に進化してるよ。それは不思議だね。ああおもろい。一生お前のこと進化させんとくわ。そうはさせん。エリカ様の前で花びら満開するんや。鶴の鞭は何に使うのかな？宿り木の種はどこに植えるのかな？おや、エリカ様の様子が。あれ？エリカ様の変化が止まったぞ？じらしプレイがお望みかな？よし、不思議だね。抑圧アールを10錠ほど飲んでから3日間貯めたお前のソーラービームをエリカ様のラフレシアに放射！急所に当たったマジで死ね。